終レースです。登山の最終レース、12レース始まります。明日の優勝戦、中野次郎の優勝戦1号艇、大沢慎二の優勝戦2号艇は決まりました。定数6の優勝戦の枠、残った2席はあと4つ。その4つを決める戦いは予選最後のカードです。神田フルカップ開催3日目、予選最終日、最後のレースは12レース、記者選択戦が始まります。はい、じゃあコースに振ります。1号艇愛知宇佐美純、2号艇三重東本勝利、3号艇埼玉白井智春、4号艇愛知北川淳二、5号艇東京杉山貴寛、6号艇静岡藤田勝弘、以上の6選手。オープニングカードから12レースの前まで、今日はボーダーは終始 7.50 から動きませんでした。それを超えるかどうかの戦い。そのボーダーのすぐ下 7.40、 一番宇佐美1コース、2着 7.67 勝負だけ、2コース2番の東本 8.80 の得点状況、3着で 8.50、 3着以内、いわゆる船券に絡むと、ここは優勝戦3号艇が手に入ります。一方、予選突破へは6着ですと 7.67、 やや背筋の寒い思い。3コースには3番の白井、角市4番北川、勝って 8.20、 2着で 7.80 勝負。5コース5番の杉山、1着で 7.67、 2着 7.33、 縦への濃厚次第、6番の下、6コースで枠なりの3対3、スタートしました。第1番の橋本スペルパーと第1番の撮影できません。すいません。下これないです。本当は決勝戦撮りたいですけどね。すいません。はい、最終レース配当出まーす。お待たせいたしました。第12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。つきましたね。11,340円。2レースを3式。5番1番2,350円。2レースを複式。1番5番960円。3レースを3式。5番、1番、3番、1万1340円、3連勝複式、1番、3番、5番、750円、拡大連勝複式、1番、5番、280円、3番、5番、510円、1番、3番、180円、単勝式、5番、1050円、副勝式、
5番330円、1番110円、以上でございました。はい、終わりました。戸田の12ですね。汽車線、バス線。はい、本日の最後の終わりでした。はい、ありがとうございました。動画撮りますね。ありがとうございました。はい、今日もご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。動画止めます。